長崎市公会堂は、長崎県長崎市魚の町にあったホール、長崎国際文化センター建設事業の一環として建てられた。開館は1962年6月2日。鉄骨鉄筋コンクリート5階建て。延べ床面積5992平方メートル。客席数は1751。市内ホールの客席数では、長崎ブリックホールに次ぐ規模であった。 日本における近代建築百選に選ばれている。2015年3月末で閉館し、53年の歴史に幕を下ろした。当初は同年10月の長崎くんの直後に解体工事が始まる予定であったが、存続を求める声もあり、解体が行われていなかった。2016年6月の長崎市定例市議会において、 同年11月の解体着工の議案が提出され、同年12月より建物内部が翌2017年6月12日から建物本体の解体工事が行われている。長崎市出身の竹本の設計による。1962年の開館以降、長崎市を代表するホールとして、数々のコンサート、舞台、講演会などが行われてきた。 公会堂前の広場は、諏訪神社の秋の大祭、長崎くんちの放納踊り会場の一つで、期間中は佐治奇石が組まれ、出し物が披露される。また昭和40年代には、日本プロレスが、長崎での公行の際に東高街堂を利用しており、1968年10月18日には、ジャイアントババタイマアッドドッグバションの特別、シングルマッチが開催された。 1977年から1991年の毎年8月には、長崎放送主催による新人歌手コンテスト、長崎歌謡祭が東京街道において開催され、本田美奈子、夏川・リミラがこのステージから、スター歌手へと飛翔して行った。1998年、客席数で上回る2002席の長崎、ブリックホールが、長崎市森町に建設されたため、 長崎市により廃止も視野に入れた検討作業が行われたが優れた近代建築であるとの理由で2004年に存続の方針が出された。前年の2003年にはドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれている。内装や外観が特徴的であるため過去に映画ロケも行われた。 長崎市は老朽化した長崎市公会堂を解体し、その後地に長崎市役所新庁舎の建設を計画している。2013年度中に新たな市役所の基本計画を策定し、翌2014年度中に設計に着手、2016年度中に着工、早くて2019年度中の完成を目指している。また、市役所新庁舎完成後、 原子役所長者を解体し、その後地に公会堂に代わる新たな文化施設を建設する方針である。ありがとうございます。